ボーちゃんのシガファーストチャンネル、投資の嘘編、初心者はすぐに投資をやめてくださいの巻。はい、どうも皆さんこんにちは、滋賀県のボーちゃんです。よろしくお願いします。突然ですが皆さん、投資はすぐにやめてください。ほぼ 100% に近い確率であなたは損をすると思います。私は30年以上ですね、金融機関で金融商品の取り扱いをしてきましたけれども、投資というものはですね、つくづく儲からない仕組みになってるなというのを感じました。今日もですね、ある方となんですが、話をしていますと、なんかいい株ない、なんか儲かる株ないって聞かれたんですけれども、もうその時点でですね、何々さんは投資には不向きですから、もうすぐにやめてくださいと言いました。それはどうしてかということなんですけれども、つまりのところ自分の大事な将来をですね、人に委ねているからということなんですね。本当にですね、投資をしようというその気があるんでしたら、自分でもしっかり勉強してですね、今度この会社の株を買おうと思うんだけれども、どう思う？こういう理由があるんだけどさ、となるはずなんですね。今ですね、なるほどなと思われた方はぜひチャンネル登録していただきたいと思いますけれども、投資の仕組みにつきましてはですね、以前に別の動画を上げていますので、概要欄にですね、リンク貼っておきますので、もしよかったらご覧いただきたいと思いますけれども、まあそうは言ってもですね、ここ何年か株上がってるじゃん、株買ってる人って儲かってるんじゃないの？と思っておられる方もいるかとは思いますけれども、その通りです。その時だけを見たら儲かってるんですね。問題はこれからまだ上がるのかということですよね。まあしかしながら、先のことは誰にも分かりません。株の上下にはですね、様々な要因が関係しますけれども、金利との関係から考えますと、今の株価水準というのは高値圏であろうと思われます。まあそれでもですね、儲けてる人がいるって聞きますよ。その通りです。あなたの周りにもですね、株で1000万円儲かったという人がいるかもしれません。しかしですね、その人が神がかり的な直感力を持った人でない限りは、そのまま投資を続けていますと、儲かった分以上の損をすると思います。それはほぼ間違いないと思いますよ。でもですね、電気代もめちゃくちゃ上がってきてますし、まあ、ちょっとでも、まあ、収入を増やしたい、家計の足しにしたいと思われてます主婦の方もいると思いますし、サラリーマンの方でしたらですね、ちょっと一杯飲みに行く軍資金をですね、作りたいなとも思いますよね。まあそういった時はですね、あえてリスクがあるのを承知の上ですね、勝負に行かなければなりませんよね。もしあなたがですね、投資歴30年ほどある方でしたら、その経験というのは必ず役に立ってくれると思いますが、しかしですね、あなたが投資の初心者だった場合、アドバイザーというものが必要になってきますよね。もしそのアドバイザーが金融機関の人間だった場合、 99% あなたは損をすると思います。それはどうしてかと言いますと、金融機関の人間はあなたの利益よりも会社の利益を優先しているからです。まあ、とはいえ金融機関の方にもですね、いろんな雇用形態の方がいらっしゃいますので、まあ、中には会社のノルマにですね、関係していない方もおられると思いますが、そういう方の場合はちょっと話が別になってきます。まあ、結果的に見てですね、損をしました、儲かりましたというのは 99% が運だと思ってください。まあ、例えばですね、これは日経平均株価の、まあ、全体的な株価の30年の動き、株価チャートというんですが、ちょっとこの動きを見ていきましょう。まず一番左の方にですね、この高いところがありますよね。このちょっと前にですね、アメリカの方でブラックマンデーって言いましてですね、株価の暴落があったんで、まあ、ここですね、一回ぐっと下がってるんですが、これがブラックマンデーなんですが、その後一回回復してるんです。でもうずっとギザギザしながらこう下がってたわけですね。この時にですね、為替の方も1ドル80円を割った時もあるんですが、まあ、その後ギザギザして回復した時もあったんですけれども、この時に一度スッと下がってるんですね。ここが有名なリーマンショックです。株価の暴落があったわけですね。でそのリーマンショックあたりのところをですね、まあ、一回底値圏にしまして、その後株価も回復してるんですが、この株価が回復した理由っていうのもいくつかあるんですけれども、基本的には、まあ、株価が上がったり下がったりする要因というのは需給バランスです。もうこれ以外の何もありません。どういうことかと言いますと、このリーマンショックが起こった時にですね、大変なことになりましたから、プロの方も個人の方もみんな株を売ったわけですね。売らされたわけなんですが、ある程度の売りが出ますともう売りが出てこなくなるんですね。
で今度は手元にですね売った代金がありますから、その後は買いばかり入りますから株価は上昇したということなんですけれども、あと景気が悪かったですから金利をどん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 下げてきました。金利が下がるとその資金が株式市場に入ってくるので、需給バランスとしては買いが多くなりますから株価が上がったというのと、あとは政府がですね株を買ったりとかですね、あと年金基金なんかから株を買い支えてですね買い上がったわけですね。ということはここで株を買った人はここまで持ってたらですね儲かってるじゃないってなるわけなんですが、その通りです。それが分かってたらその時みんな買いますよね、まあ、ところがその時の心理状態というのはとてもじゃないですが株が買えるような状態ではありません。会社が潰れるかどうかという時でしたから。ちなみにですねちょっと株式投資でもやってみようかな、始めてみようかな、金融機関の人に勧められたからということで、もし株を買ったタイミングがここだったとしてですね、ちょっと車を買わないといけなくなったから急に資金が必要になった、買った株を売却しないといけないってなった場合、そのタイミングがもしここだったとしたら損してますよね。またですね人間の心理というのは本当に不思議なんですが、こういう局面の時はなかなか株を買おうなんて思わないわけですね。でもこういう時になりますと株を買いましょうとか投資しましょうという情報が目や耳からいっぱい入ってくるわけですね。それはですねプロの方が安い時に買って自分たちが売り抜けるために個人の皆さんに株を買わせてるんだと考えてください。まあ、しかしながらですね投資経験の長い方というのは酸いも甘いももう何度も経験されてますから、直感力というのが養われてますので、あ何かおかしいぞ、またあの時みたいに一回下がるかもしれないぞと思って売り抜ける方もいらっしゃいますので、そういう方はうまいですね。ですので、まあ、そういった直感力のいい方をですねアドバイザーにしたいところなんですけれども、残念ながらですねそういう方というのはいらっしゃいます。確かにいらっしゃるんですが、なかなか身の回りにはおられません。で仕方ないので金融機関の人間をアドバイザーにするわけなんですが、金融機関の人間をアドバイザーにしますと自分よりも会社の利益を優先されてしまうということになりますから、結局初心者の方が投資をしますと結果的にほとんど損しています。これからも損をすることが考えられますということなんですね。はい、ということでですね今日は投資は本当に難しいですという話とアドバイザーが大事ですというお話をさせていただきました。今後もですね初心者の方向けに、まあ、いろんなお話をさせていただきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録しておいてください。では今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。